これ今、2階で、サイドレージからインクラインのサイドをやって下へ降りてきてマシンになってますけど、どういったこう位置づけ、まあなんかまとめみたいな感じです。サイドレーズ、スタンディングは収縮、インクラインはストレッチで、これはまんべんなく重さを受けるって感じで、まあなんか別になくてもいいっちゃなくてもいいかもしれないです。まあ、あの好きなマシンなんで、あとなんかまあフォーム簡単だし思い切って力出せるので、まあ、そういうところで最後にこう肩にまあ全部まあバランスよくダメージを与えて終わりみたいな感じで最後に。これ今カムは、初動と、通常負荷の間ですね、うん、上がちょっと軽くなる設定です。なんで、まあ、上が重いとどうしてもこうなんか弾き上げないと、はい、最上部までいかない、はい、そうするとやっぱり感覚が悪いんで、はい、ちょっと上で軽くなった時に、はい、収縮をかけていく感じです、はい、それが好きですね。木澤選手は、上げるのは 手首で上げてるんですか。結局肘が離れますね、最終的に。ですよね、はい、で手首でこう上げるんですけど、まあでも一緒ですよね、はい、肘がついてくるんで、はい、下の部分では肘で上げてる。あ、そうですね、肘で上げて途中からちょっとこう外れちゃう、外れる感じです。はいはい、でもよっぽど軽いとできますけどね、肘だけで。あ、あとこういうマシンのいいところはあの下向きの重力かかってないじゃないですか、はいはい、ダンベル持った時みたいに、はい、ダンベルもやっぱり下向きに重さがかかるんでどうしても僧帽筋に重さがかかっちゃうんですよ、はい、これでもこっちに潰されるだけなんで、はい、僧帽筋緩いですよ最初、はい、もちろん上がる時に使ってきますけど若干、はいはい、まあ、なんで僧帽筋に入りにくいですね、はい、例えば木澤選手って総合いわゆるシュラグってやりました。シュラグやったことないですよ。やったことがない。ないでしょ、多分3年、3年半 YouTube やってて、若い時はやってる。 いやでもこう縦型のシュラグはやったことないですよ、ほとんど。なんかできないですよあんまり。こういうのはやってましたよね、よくこう、あ、はい、ベントシュラグ、はい、
斜めにちょっとこう、はい、こうじゃなくて、はい、こういう感じですね、はい、で僧帽筋のチューブと上部みたいな、はいはい、なんかあんま必要性を感じないですね。必要性を感じない。最後はリア出ると、はい、唐突に終わったんです。だんだん終わるもんですか。はい、だんだん終わるってできるんですか。終わるっていつも終わる前ラストとか言うじゃん。あ、そういうことね。はい、